SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。難問はチャンス。夢を叶えるチャンス。神は人にチャンスを与えてくれている。問題。何問ほどチャンスが。神はレモンはくれるが、レモネードをくれない。レモンという素材しかくれない。神は梅はくれるが、梅干しはくれない。回答は自分で考えるのだ。神は、脳を使わないことを許さない。神は、人に難問を与え、解決するために、脳を使うことを望んでいる。人は、脳をフルに使って、問題を一つずつ解決するという修行をしている。問題に対して解決では損。問題が起きたら、問題を解くに変える。この問題で自分が得する方法を考える。もっともっと得することを考える。今日は、願いが叶うチャンスは、こんなところに潜んでいたのお話です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっと、あなたに幸運が訪れますよ。